ちょっとこれみんなで見れば、ソーセージエンドみたいなのあんぞ、本当に。これちょっと見てみて、これ。ソーセージ屋を選択。女の子が立ち止まった時の選択肢を選ぶ。画面上に音符が出てくるのでクリック。俺多分全部のエンディング見たわ。全部のエンディング見たわ。まあ、そうだな。2個目が一番いいんだろうな、これな。じゃあメンタルちょっとつれえな、これな。ソーセージエンド見せてくれ。わかった。いいよ。ちょっと俺もちょっと見てみたい。これだ。ここだ。はい、兄ちゃんのソーセージっつってね。なんつって。遅いな。先帰るよ。そして、しばらくして明かりやピアノ買ってもらった。で、遊ぶこともなくなった。僕たちはだんだん疎遠になった。ただ毎日のようにピアノの音が聞こえる。その音とともに君は夏を過ごした。ピア、音符が逆になってるわ。あ、さっきもそうだったか。集中できねえなって。うるせえなって。下手だなとか思ってねえだろ、別に。あれ？おや？明かりが出てきたわ。え？突然だった。ある日からピアノの音が聞こえなくなった。彼女は両親について元の町に戻ったと後で聞いた。君と明かりはそれから会うことがなかった。まあいいやって、で、僕は勉強した。出た。まあね。はい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 、はい。あったね。うん、そうだね。いやー、いかがでしたでしょうか。ちょっと目線お待ちください。なるほど、なるほど。甘酸っぱい。甘酸っぱいな。まあ、これはちょっと。この二人、あかりとリッツはちょっと難しいわ。ああ。これらだな。こう、この子を刺して。ソーセージエンド、こう来て。ラジオ置いてあるわ。あ、ちょっと早すぎたわ。うん。早すぎたわ、これ。韓国、大韓民国バージョン。これ、この方が傷がもしかしたら浅くてよかったのかもしれないね。うん。